てかさ、これさ、めちゃくちゃラッキーじゃない？あの、プトゥーンがさ、しかもさ、全部フルカラーじゃない？そう、フルカラー、そうそう、蓄光のやつじゃなくて。そうそう、蓄光じゃなくて、フルカラーかつてこのさ、葉っぱのが一番当たりなわけじゃないですか。造形的にも。これ、四つくも全部違うしさ、アド高いなとかって思って。いや、俺さ、もう一回回そうかなと思ったぐらい。たださ、あの、欲しいやつが2個出ちゃったからさ、あの、このやだやだっていうやつと、この葉っぱのやつが出たから、ここでもう当たりでいいかなとかって、もう一個手挙げたやーってやつがあったんだけど、そっちも欲しいなと思ったんだけど、まあいいかなとかって。そうだね。ちょっと見たらさ、あれ、コスノコとかって、この可愛いとかって思ってさ。俺これ知らなかったよ。そう、で、服とかもさ、なんか、可愛いとかって、お腹のなんか、マークとかも可愛いって思ってさ。はい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 、はい。で、まず一回回そうとかって思ってさ、もう一回回してくればよかったなって思って、これ、中見たら。これ結局、頭のやつが違う。あ、服も違うんけ。そうそうそう。これそうなのよ。あのね、色がそもそも違ってさ、なんか、上、そう。こんなんでさ、この真っ白いやつがほんと欲しかったんだよね、俺。ああ、なるほどね。ちょっと特別感あるね。そう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 。太陽とかって名前やつでさ。はいはいはい、いや、これ知らなくてさ。そう。これもでもちゃんとあのアーティストのんだね、これね。そう。このなんか、ここにね、なんかアイコンあるけど。はい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 。そう。かわいいと思って。でさ、そうそうそう。最初一回回しても、これ、まあ、形全部一緒だからさ、うん、1個出てくれば全部一緒だろうって、まあねまあね、そう思ったんだけどさ、うん、うちに帰ってきてさ、これ見たらさ、うん、これが素敵なわけじゃん。なんかこう。はいはい、情景がなってね、情景がさ、はいはい、これちょっと1個で足んねえなーとかって思ってさなるほどね、失敗したとかって思って、もう1回回してくればよかったとか、200円なんだからって、うんうん、200円って聞いたからさ、あ、そうなんだって思ったけど、うん、これももともと300円なんだもんね。300円、うん、いやー、なるほどなーとかって思って。そう、いや、うん、ちょっとこれ俺あんまり激アツって言葉使わないんだけど、これこそ激アツだろって思って確かに確かに、パパまだ回すのみたいなこと娘に言われてさ、あ、そうなんだ、いや、これ回すでしょって、回さないやつはバカだよっていう。そうでしょ、むしろ300円のやつが200円でしょ。3回回してたら1回分お得ってんでしょ。あ、確かにね、そうね、そうね、うん、本当に、まあ、特にまあ普通なんか本当に出が素晴らしいよね。そうだってさ、もっと運悪ければさ、そう、ね、全部蓄光の上に一つダブリとか、ね、葉っぱがいないとかね。そう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 普通にありえるから、最初送られてきた時、あれ、これ蓄光あったよなとかって思って、うん、そうなんです、本当に運が良かったんだね。蓄光あるんですよ。そう、全5種類かける2だね、まあ、そうだね、2種だからさ、うんうんうん、まあ、全部で10種類なんだけど、はい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 、こいつらだよね、うんうんうん、そうそうね。でさ、この表紙、今度こっち表紙見たら、この羽ついた女がいるからさ、はい、こいつ出てこねえかなみたいな。ああ、ちょっと狙って、この間のほら、あの羽生えたやつだろ、つむぎは。あ、やっぱこれもじゃあストーリーに組み込まれてんだ、これ外伝だけど。そう。はあ。そう。あ、あの羽のやつ、今度出るやつだと思って。なるほどね。早くこいつで発売しねえか。あ、おもろい、それは。はあ。そう、うん。なるほどね。そうそう。